どこで聞いた？ゆうた、管理局の妨害により帰宅が遅れてしまった。計画では15時に帰宅し、お兄ちゃん、この人は？上の高梨さんの妹だ。一緒に暮らすんだって。そうなんだ。なんだってこんなに荒れか。またお前か。東子さん、見かけによらず料理上手なんだな。へえ、見かけによらずと伝えておく。伝えなくていい、俺が書くと思うか。やはりか。わかった。仕方ない。副部長は私でいい。部長は雄太が。そこじゃない。この極東魔術結社に入り、蛇王神軍の力によって。へっ、って俺がいけないのかよ。いけない。バレバレ。デジャブじゃなくて現実だ。では我々は時間線を遡って。違う。お前の部屋はもう使えないの。またこの忙しいのに何やってんだ。アホ毛抜くぞ。オラ、やめて。それは私のじゃ。何やってんだ。死ぬべきだったんだ。ちょっとは掃除しろ。自分で掃除しろ。次こそは仕留める。やめろ、暴れるな。なんで私だけ。それによって堕落した堕天使たちの。お前はバカか。いい加減その行き当たりばったりな性格なんとかしろ。戦いはその時々の臨機応変だから。大きな音を出すと近所迷惑。お前が言うな。うるさい。もらった。お前そろそろ眼帯取れよ。危ないぞ。それはできない。この右目の眼帯は蛇王神眼の力を最小限にとどめるもの。これを外すということは、すなわちこの空間軸に闇の力の影響を及ぼし、ひいてはこの空間軸以外の空間にまで。なんかイラっときた。ユータ、ひどい。早く取れ。いいから答えろ。お前がいけないんだろ。言ってる場合か。マニグルマ。失礼なこと言うな。シュバルツゼクスプロトタイプマク2。アホー。